もう今日はね、どんな手を使ってでも絶対に大富豪を勝ち続けていこうと思います。それはなぜかというと、今日はですね、坂本麻凜選手の2月2日誕生日なんですね。19回目のあのケーキ食べる日みたいな感じなんですけれども、じゃあ早速そのためのお誕生日カードっていうのがね、今日手に入ったんで、それを使っていこうか。ちょっとこれ恥ずかしいな、このカード。ちょっと待って、待ち受けにするの恥ずかしい。ちょっと待って、これ変えよう。星5にするか、やっぱり。いや、星4のマリン選手欲しかったな、本当に。あ、これがいっか。これにするか。よし、じゃあ今日は、もう世界中の生きとし生けるものに感謝をしつつ、特になんかナイル川周辺の、動物あたりを、主に感謝しつつ、なんとか頑張って大富豪をキープしていこうと思います。大富豪を取り続けていこうと思います。あ、来た、マッチングした。てか、このゲームやってる人いんの?っていう風な、そういう疑いから始まるんですけど、俺がだってリリース当初から結構ボット多かったからな。ボットには絶対負けたくない。あの理不尽なボットどもに。どうしようかな、これ。3。高くいくか。大きく出るか、今日。おい。なんだ、このゴミ手。このゴミ手、なんだ、これ。蝶のように前。蜂の住まいを提供します。え、ちょっと待って、これどういう、これなんか操作来たな、これ。ゲーム側の。ボットに勝たせたいがための操作来ましたね。これ許さねえな。もう使っていくわ。じゃんじゃん。もう大、あれか、大、なんだっけ、革命起こす可能性もこれワンチャンあるな。覚醒いくか、これ。覚醒じゃねえや、革命。いや、ダメだ。革命すらも弱いぞ、これ。なんだ、これ。革命、どって、引くも地獄、行くも地獄、ボロボロ、ふざけんな、こいつ。こいつ、ふざけんなよ。3コース、4、トリプル4、トリプル4じゃねえや。トリプル4、あ、トリプル4でいいか。トリプル4使いたいなっていう、3ペアのジョーカーを。2が残り1枚です。あ、これ絶対ボットだわ、相手。あ、でもこれ勝ったかもしれないな。これはちょっと怖いぞ。2枚、来た。2枚提供ありがとうございます。いや、このね、マリンさんのね、このね、喋り方とかね、こういうのがね、すごい、あのハピネス、すごいハピネス、このゲームにおいて。サイリウム登場。何これ、サイリウムって。なんかよくわかんないよ。あの、他の人のことを別に言うわけじゃないんですけれども、明らかに他の人よりも、あの、声のトーンがなんか2段階ぐらい高い、坂本選手。結構みんなダウナーな感じで、あの、頑張ってーとかさ、もうちょっとだよーみたいな感じなのに、テンション高いのよ。だからやってる方も、ちょっと嬉しく、ワクワクする。だからね、このゲームやるまでは、坂本さんのこと全然知らなくて、で、一番最初に当たった星5のカードが、このマリン選手だったわけですよ。だから、良かったなと思って、初めて出会った人が坂本さんで良かったなっていうような気持ちがあるんですけども、そんな中終わりました。あ、でも一応プレイヤー反則係とかしてんだけど。あれ、俺喋りに夢中になって全く聞いて、見てなかった俺。さあ、2戦目来ました、ラウンド2。っていうかさ、この前バズリズムっていう番組で SKE 出てるっての知ったから、俺ね、見てたんだけど、坂本さんいなかったんだよね。で、俺すっごい悲しかったんだけど。え、せっかく録画したのにと思って。6、7。いや、これ6。あげたくない。まあでもしょうがないもん、これ。あー、まあ悪くないな、これ。いや、むしろありがとう、みたいな。JJ。あれ、プレイヤーいる?今、アイコンで意思表明してきたね。これはもういっちゃっていいかな。いやー、これでもどうしよう。まあいいや、これでいいや。思う存分使っていこう。手番は俺が取っていく。10。8、9、10いっか。で、8切り。8切りだよー。これで A のトリプル、トリプル A 来ても大丈夫だよ。トリプル A 来ても問題ないよ、今。最強の布陣でした。3枚出せるよ。ありがとうございます。先に感謝。先に感謝しておきます。あ、ちょっと待って、今気づいたんだけどさ、貧民の人これ、
坂本マリン誕生日カード使ってんじゃん。これ同志じゃないの？あ、待って、同志じゃないわ。なんかカエニャン、カエニャン推し十傑って書いてるから全然違う。でも全然違う人でも応援してくれてるって感じかな。今日だけはみたいな、なんか心温まる感じですね。さあ来た、ラウンド3、ラウンド3来ました。絶対に殺すぞ。大富豪で今から殺人が行われます。めっちゃ手札いいんだけど、これパワハラだわ。これパワハラだよな、これ。いや、ちょっと待って、これどう変えれるカードない。変え、八切り、いや八切り変え、いや八切りしかないわ。もうこれは開けたくないカード多すぎる。あ、10開けてもよかったな、これミスった。10開けてよかったな、これ。あー、まあいいや、しょうがないわ。これエース来たね。もう2使っちゃおうかな、これ。2使っちゃおうかな。10で上がる感じのプランで革命しようかどうかすごい悩む。いやー、ちょっと待って、ごめんなさい、ちょっと待って、これこっちにするか。ちょっと逃げのプランだったかな、これ。逃げプラン出ちゃったかな、これ俺の。よくないかな、よくないことやっちゃったかな今これ。で、できれば10の3カード使うか。エース上がりだね、これは。8、よし、これいけるでしょ。8切り、8切りだよ。で、2出すよ。で、俺がジョーカー選挙してたから、もう誰も使いません。はい、あざっす。あ、ガリン。さあ、ラウンド4来ました。ちょっと待ってね。今、カード、どれにしようか、ちょっと選んでるから。4、7。しこすか。うわー、ちょっと微妙、今回。ラウンド4、今回、手札微妙です。これ、きちいな。これで大富豪名乗るの恥ずかしいな。2がないんだけど。2なさすぎるだろ、これ。革命にしても弱いぞ、これ。これどうするよ。いやー、使わざるを得ないな、これは。ちょっとピンチ。誕生日祝いたいけど、これピンチ。いや、もう3使っちゃうわ、これ。これ使うわ、もう。K で上がる。上がれるか、K で。縛っちゃったし。いや、このプラン、えぐいぞ。だって2が、だって2がさ、だって2がさ、これが。7、で10。これ、ボット癖だ、向こう。あ、2来た。あと3枚です、2。いや、あと3枚に待てる時間ないぞ、こんなの。桂上がり。ここで次何使ってくんだろうな。俺の手番回ってくんの、これ。あー、でもそっか、こうせざるを得なくなっちゃうのか。やばい、ジョーカーが邪魔になってる。これパスせざるを得ない。やばい、これやばいぞ。早めに消化したい。ありがとうございます。本当に、本当にありがとうございました。三次風にちょっと今土下座してるもん。クソお世話になりましたっていう感じで。いや、今日マジで調子いいわ。すべてがうまくいってる。うまくいってる方向に向かってる。むしろ導いてくれてるのかもしれない。うわ、何この手札。やばい、これピンチ。ピンチ。これまずい。いや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 。7と10出すタイミングどこであるんだ、これ。いや、やらざるを得んぞ、これ。7上がりだな、これ。展開としては。ただ、いや、エースと2ピンが。A2、あ、待って、これ一回8切りの方がいいな、これ。絶対邪魔になる、これ。プラン的な。いや、こっからどうするよ、これ。難しい、本当に。すごい難しい。
いや、マジでむずいぞ、これ。2が出ました。貧民から2が出ました。ジョーカーあるのよ、まだ。バットマン、来て早く、バットマン。いや、これ、やばい、貧民がめっちゃブーストしてる。ターボかけてる。いや、これ、まずいぞ。これ、まずいぞ。エースの、エースピンでできるかな。絶対、いや、展開としては早いから、いらないピンのカード絶対どっかで出てくると思うんだよね。に2出すかな。ああ、エース出すか。あ、まあそうだよね。それが一番無難だよね。ピンで出したら、俺の勝ち。ピン、ピン、ピン。ですよねー。ですよねー。いや、でも絶対どっかでピン出てくるから。ほら、やっぱりね。あいしー、おいちー。